んにちは。令和6年2月からスタートした西宮市マンション管理計画認定制度について、マンション管理士の武田博さんにご説明いただきます。武田さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。私は兵庫県マンション管理士会所属のマンション管理士武田博と申します。どうぞよろしくお願いします。武田さん、現在全国に分譲マンションは何戸ぐらいありますか？はい、こちらのグラフをご覧ください。2022年末でおおよそ700万戸になっています。世帯の平均人数が 2.2 名ですので、国民の約1割1500万人が生活しており、特に都市部においてはなくてはならない居住形態になっております。この赤い部分ですが、1981年以前に建築確認されたマンションは旧耐震基準で建てられた建物なので、耐震性能が低いとされています。そのマンションが103万戸ございます。結構多いですね。ところで、築40年を超える古いマンションについてはどんな状況でしょうか？国土交通省のデータによりますと、築40年以上のマンションの数は2022年で 125.7 万戸、10年後には 260.8 万戸、20年後には445万戸になる見込みです。西宮市の状況はどうでしょうか？はい、このグラフは西宮市の分譲マンションにおける毎年の建築棟数とその累計です。現在おおよそ1400棟、約6万1000戸のマンションがあります。居住形態の2割強を占めています。西宮市内の古いマンションはどんな状況ですか？はい、西宮市内の築35年以上を経過した高経年マンションの状況がこのグラフです。赤い部分が50年以上、青い部分が40年以上50年未満、緑の部分が35年以上40年未満となっています。2022年では、50年以上のマンションが75棟、40年以上から50年未満のマンションが253棟、35年以上から40年未満が103棟、合計で431棟となっております。10年後には合計で832棟、20年後には合計で1209棟、30年後には合計でなんと1363棟というデータになっております。高経年のマンションが増えるとどんなことが起こりますか？そうですね、高経年だと必ず問題が起こるというわけではありません。しっかり管理され、修繕も適切にできていれば問題は起こらないでしょう。しかし、管理が不十分であったり、管理不全になっていると、いろいろ不都合が起こりますね。マンションの住人のみならず、周辺の人々にも迷惑がかかります。例えば、これは滋賀県野洲市の管理不全に陥ったマンションです。このマンションは修繕工事が適切になされていなかったために側壁が地震で崩壊しました。その後、台風で3階の内壁がなくなっています。このマンションは行政代執行で取り壊しになりましたが、費用が1億円以上かかったそうです。いずれは安市から区分所有者に請求されます。行政代執行に至るまでの行政の手間やその後の費用回収のコストは大変なものです。区分所有者が亡くなっていれば、相続人を探すことなどが必要になってきます。このように、管理不全マンションは区分所有者にとっても負の資産になりますし、社会にも悪影響を及ぼしますので、このようなマンションが発生しないように、区分所有者が努力することが必要です。そのような背景があり、管理計画認定制度が生まれたんですね。その通りです。
しっかり管理をすることが大事なのですね。そうですね。実際に高経年マンションでよく問題になっていることがあります。まず第一に旧耐震マンションの問題があります。西宮市でも耐震診断や耐震工事を推奨しているところです。またエレベーターのないマンションも多くあります。高齢化で歩いて上がれなくなり転居を余儀なくされる場合があります。その場合、現在のマンションが適切に管理されていないと売却価格が低くなり転居費用の捻出が困難な場合も出てきます。また長期修繕計画がないため適切な積立金額が把握できていないため資金不足に陥り十分な修繕工事ができない場合もあります。適切な管理で物件価値を維持しないと相続放棄などの問題が発生し管理費積立金などの回収が困難になる場合があります。資金不足が資金不足を生む悪循環の懸念があります。私が以上のようなことを述べているのはつまりマンションの資産価値を維持し末永く住むことを実現するためには適切な管理が必要ということです。管理計画認定制度はその適切な管理とは何かとの問いに具体的にチェック項目を示してくれています。多くのマンションがこの制度にチャレンジしていただくことを強くお願いしたいと思います。なるほど。そのような状況があるためにマンション管理計画認定制度ができて管理組合や区分所有者の皆さんに適切な管理の推進を呼びかけているわけですね。そうなんです。マンション適正化法という法律が改正され地方公共団体は一定の基準を満たすマンションの管理計画を認定することができるようになりました。認定の際に確認する事項は修繕その他の管理の方法、資金計画、管理組合の運営状況などです。なるほど。そのようにして管理水準の底上げを狙っているのですね。そうなんです。管理計画の認定を受けるとどんなメリットがありますか？はい、管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取り組みが推奨されること、市場での高評価が期待されること、良質な管理水準が維持され居住者のみならず周辺地域の良好な居住環境の維持向上に寄与することなどが挙げられています。また大規模修繕工事の実施の際には認定を受けていることに加えて様々な条件がありますが固定資産税の減税の制度もあります。その他のメリットはありますか？はい、ありますよ。住宅金融支援機構から融資を受けて共用部分のリフォームを受ける場合、また認定マンションを購入する場合のフラット35の金利優遇がございます。さらに住宅金融支援機構のスマイル債の購入に対しても金利優遇がございます。固定資産税の減税についての問い合わせは西宮市住まいづくり推進課及び資産税課にお問い合わせください。申請方法はどのような方法で行うのでしょうか？はい、このように全部で4ルートあり公益財団法人マンション管理センターの手続き支援システムを利用することになります。システム利用料は1万円です。その他の費用はいりますか？ケースバイケースです。どのルートで申請するか、追加の料金はいくらいるかなど、詳しくは皆様のマンションを管理する管理会社か、一般社団法人兵庫県マンション管理士会にご相談ください。わかりました。それでは、認定を取得するにはどのような審査がありますか？はい。まずは認定を受けることを総会で承認される必要があります。そして認定基準ですが全部で17項目あります。今回は時間の関係で全部の解説はいたしませんが、1管理組合の運営についてが3つ、2管理規約についてが3つ、3管理組合の経理についてが3つ、4長期修繕計画についてが6つ、
5、その他が2つです。なるほど。それでは実際に認定取得する場合に詳しい情報はどのように調べたらいいですか？はい、国土交通省のホームページにマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンション管理計画認定に関する事務ガイドラインが収録されています。詳しくはこのガイドラインをご覧ください。インターネットで検索されるとすぐに出てきます。武田さん、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さん、マンション管理計画認定にぜひチャレンジしましょう。